もやもや病、もやもや病、もやもや病は脳底部に異常血管網が見られる脳血管障害。脳血管増影の画像において異常血管網がタバコの煙のようにもやもやして見えることからこの病名となっている。かつてはウィリス動脈ン閉塞症が日本における正式な疾患故障だったが2002年度、平成14年度より現在の故障が正式になっている。 もやもや病の本質的な病態は、内形動脈終末部の進行性狭窄、閉塞である。もやもや血管は、主幹動脈の閉塞により、代償的に、線通枝などが異常に拡張した、束縛血行炉である。診断基準によれば脳血管増影で一家の所見を、呈するものを言う。医学上の定義と、社会福祉制度上もしくは運用上の定義は、 2014年時点の日本国では必ずしも一致していない。もやもや病の症状を確認できた場合でも、動脈硬化が原因と考えられる、内径動脈閉塞性病変、自己免疫性疾患、髄膜炎、脳腫瘍、ダウン症候群、フォンレックリングハウゼン病、頭部外傷、頭部放射線症者の起用、その他のもやもや病以外の原因が特定される。 脳血管病変がある場合は、難病認定から除外されることがある。第2次、安倍内閣施政下の2014年5月20日、小西博之は、参議院厚生労働委員会で、もやもや病の小児患者が、投薬治療などを受けている時に投薬などが原因で、難病を発症した場合、難病の女性対象にならないことが懸念されている。難病は難病であって、 当然制度の対象にならなければおかしいと正した。これに対し政府委員の佐藤敏信は現時点では原因が特定できる患者については制度救済対象になない。難病対策は発症メカニズムが明らかでない時に医療費助成と一体となった研究をすることを目的としていると答弁した。無症状で偶然発見されるものから固定性神経症状を起こすものまで。 症状は、軽重多岐にわたる。脳の動脈に狭窄があると、当該血管支配領域の脳は、血液不足、拒血に陥る。そこで、代償的に新たな血管、もやもや血管が構築される。しかしこれらの血管は細く、脳拒血、または脳出血に起因する種々の発作の原因となる。拒血の発作は、過寒気が原因で起こる。 過換気状態になると血液中の二酸化炭素分圧が低下する。二酸化炭素は血管を拡張させる働きがあるので、これが減少すると血管が収縮する。すると、もともと細い異常血管も、もやもや血管は、さらに収縮を起こして脳に送るべき酸素の供給が不足する状態になる。こうして、失神や脱力発作が起こる。典型的な過換気状態は、 熱いそばや、ラーメンなどを冷ます。吹き覚まし行為や、低級、リコーダーや、ピアニカなどの吹奏楽器演奏時など、必要以上の呼吸を伴う動作で発生するため、注意を要する。また、成人発症例では、動脈硬化が関与して、狭窄を引き起こすものと考えられている。一方、出血の発作は、脳の血液需要に応じるための大量の血液を送る血管。 もやもや血管が細いために破綻するものと考えられている。成人発症例に多い。出血過所が悪い場合、致命症となる。また、成人に近い成長期に出血すると、脳全体に脳不臭、加速的な腫れを発症し、多くの場合、助からない。最も留意すべきは、補助的に作られた足跡。もやもや血管は、壁が薄く破れやすいところにある。 本疾患は原則両側性に起こるが、その程度は様々である。一方の内形動脈の狭窄は重度であるが、もう一方は極めて軽度であるということもある。小児例では、脳拒血症状が大半を占め、成人例には、頭蓋内出血をきたす例が30から40%見られる。以下、初発症状で多いものを示す。小児例では、知能障害。 成人例では、脳出血。社会保障制度上は、原因不明の疾患ということになっている。原因となる感受性遺伝子は、RNF213 遺伝子の多形 PR4810 系である。感受性遺伝子とは疾患への感受性を高める遺伝子を言い、遺伝子上だけで起こる原因遺伝子とは区別される。 RNF213 をクローニングしたゲノムは591イだの細胞質に存在するタンパクを高度しており、ゼブラフィッシュによって発達期にこの遺伝子の発現を抑制すると頭蓋内の目動脈や脊椎動脈の分岐の異常が出ることから血管形成に重要な新たな遺伝子であることも分かった。また、この遺伝子を持っている人がべて発症するわけでなく、 環境要因の関与も疑われている。さらに PR4810K は推定1万5千市の中国、韓国、日本共通の祖先にまでに遡ることもわかり、東アジアの歴史の中で広がっていった遺伝子であることもわかった。年間発症率は10万人あたり0.35から0.5人と推定されている。日本では 年間約400から500人程度の新刊の登録があり、2012年時点で15,177人の医療受給者証保持者がおり、実際の発症者人数はそれよりも多いと推定される。男女比は1、1.7、後発年齢は5歳と30から40歳のに、法制を示す。小児では脳拒血症状が多いのに対して、成人では出血発症が多い。 約15%に家族歴があるとされている。無症候で発見されるのは全体の3から16%で、無症候型においても脳卒中リスクが年間2から3%あると考えられる。感受性遺伝子 RNF213 の多形の PR4810K はおよそ15000年前のアジア大陸における 祖先においてもやもや病感受性変異が起きたとされ、アジア、特に中国、韓国、日本人に多く確認されている疾患であり、中でも日本が最も患者数が多い。欧米、白人集団では原因となる PR4810K が確認されないことから、発生頻度が極めて少ない。DNA 型鑑定により、 早急に手術適用のある症例かどうかを判断する指標、遺伝子マーカーの有無を調べることが最も有効とされている。遺伝子マーカーには現在解明されているもので R213 遺伝子の多形である C14576GA がある。この多形を所持する場合のモヤモヤ病発生リスクは通常の259倍である。 さらにこの竹はもやもや病の発生時期も予測し得る遺伝子マーカーである。C14576GA がホモ接合体の場合の予測発症時期は3歳前後、ヘテロ接合体の場合は7歳前後、そのどちらでもない野生型の場合は8歳前後となっているホモ接合型、父母由来のそれぞれの遺伝子座の両方に同じ変異がある状態。ヘテロ接合型、 不母由来の遺伝子座のどちらか一方にのみ変異がある状態。野生型、正常な、本来の機能を有するもの。詳しくは対立遺伝子の項目。肩頭痛や転換として見逃されている例が多いため、繰り返す頭痛や、痙攣発作がある場合はもやもや病を疑い、マラや、3DCT。場合によっては、脳血管撮影を考慮する。激しい運動は、 脳拒血や脳出血を誘発する恐れがあるため極力避けるようにする。原則は脳血管撮影で診断するが MRI 並びにマラできちんと診断基準を満たせば必ずしも脳血管撮影は必要としない。ただし病気が初期であった場合にはマラでは確認が難しいことが多いので注意を要する。MRI では 1.5t 以上の政治場強度の 機種を用いた特法により、マラで頭蓋内内形動脈終末部に狭削、または閉塞が見られる場合、もしくはマラで大脳基底核部に異常血管網が見られる場合は、確定診断となる。小児例での急速進行例では、重篤な知能障害が後遺症として残ることが多い。成人例では、脳出血を起こした後に再出血し、死亡率が高い。 だが最近になって、バイパス術を行うことで再出血を予防することが証明された。脳神経外科、小児神経科、神経内科。日本人を中心にアジア人に多い疾患であるため、日本での研究が世界をリードしている。日本で脳神経外科学が発達し始めた1950年代、血管増影において1953年。 昭和28年に選択的血管増影法が創始された。同法は脳の血管増影にも導入され、未知の疾患が様々な日本語や英語の故障、あるいは日本の研究者の名字を取った名称などでも報告された。それら未知の疾患のうち、いくつもの名称で発表されていた等疾患は1965年、昭和40年8月号の 脳と神経の特集において一つの疾患として整理された。また、異常血管網の成因については、気形説と側腹血行路説とが唱えられた。側腹路説に基づいた名称には、工藤達之慶王義塾大学教授が1967年、昭和42年に出版した本に記載したウィリース動脈ン閉塞症や、 鈴木二郎東北大学教授が同年に命名したもやもや病などあったが、厚生省当時はこの統一された疾患の標準病名として、駆動のウィリス動脈輪閉塞症を採用。1982年昭和57年1月1日には特定疾患治療研究事業対象疾患に加えられた。ところが海外では鈴木の もやもや病の方が病名として広く受け入れられ、疾病及び関連保険問題の国際統計分類でも標準病名となってしまった。そのため、2001年、平成13年になり、世界の数勢に合わせて、日本でも厚生労働省がもやもや病を標準病名にすることにした。2002年、平成14年6月1日より、 特定疾患治療研究事業の対象疾患としての名称も、もやもや病、ウィリス動脈林閉塞症に変更した。なお、各国語でのもやもや病にあたる病名は、日本語のローマ字表記を用いた、もやもやと病気を表す、各国語により表現される。しゃぶしゃぶと並び、日本語の擬態語が外国語に借用された数少ない例であるが、この、 モヤモヤという綴りは、英語では、モヤモヤ、フランス語では、モワヤモワや、スペイン語では、モヤモヤ、モジャモジャなどと発音する綴り方であるため、まさしく、モヤモヤと発音していない外国人医師も見られる。日本国では、モヤモヤ病は、社会保障制度上、特定疾患に類する。そのため患者は、一定手続きを取り、 もやもや病であることが、所管庁に認定されれば、症状、所得階層、居住地制度に応じて、一定の社会保障を受けることができる。1973年4月17日、厚生労働省は、特定疾患治療研究事業について、A 発第242号厚生省、公衆衛生局長通知を交付。1982年にもやもや病が、 難病登録された。この行政通知を法的根拠として、特定疾患医療受給者証交付申請書を、主治医記載の上で保健所等に提出することにより、特定疾患治療研究事業の認定基準の審査を受けることができる。所管庁に、もやもや病であると認められると、特定疾患医療受給者証が交付される。特定疾患医療受給者証医療機関に持参し、 もやもや病の治療を受けると、所得階層に応じた入院費、外来費等の自己負担月額限度額が認定され、経済的な負担が軽減される。また、難病患者への福祉手当、見舞金が給付される条例を持つ市区町村の住民であれば、その市区町村が定める制度に基づき給付を受けることが可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。